よろしくお願いします。じゃあちょっとこの説明をしますので、こちらお願いします。ちょっと振り付けまだ若干調整中なんですけども、はい、わかりました。はい、よー、はい、これ何かわかる？ゴミ箱でしょ。ブー、リサイクルボックスです。リサイクルボックス、これはゴミを捨てる箱じゃなくて資源を集める箱だから。大事な箱なんだ。呼び方変えるだけで意識変わるかな。歌手とアイドルじゃ全然違うでしょ。確かに。カット、よー、はい、これ何かわかる？ゴミ箱でしょ。ブー、リサイクルボックスです。リサイクルボックス、この箱はゴミを捨てる箱じゃなくて資源を集める箱だから。大事な箱なんだ。呼び方変えるだけで意識変わるかな。歌手とアイドルじゃ全然違うでしょ。確かに。カット。ちょっと今チェックしたいと、お待ちください。東京ポリション出ることでやっぱりブランディングが最初は価値とかあったみたいです、うん、やらないでしょ、ポリションって日本で。はい、自販機に立ち寄っていただきありがとうございます。リサイクルボックスにペットボトルを戻すときに大事なことは？ちゃんと飲み切ること。でも1日バッグに入れてるとさ。よー、はい、サントリーのじゃなくてもね。カット。サントリーのじゃなくてもね。よろしくお願いします。じゃあちょっと一度またアルバージョンで見て、アルバージョンで見てもらいます。すごい。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあお参加揃ったので現場に入りましょうか。はい。はい。何この被り物？明日はリサイクルの日だから。リサイクルの R だ。お、もう一つ伝えたい大事な意味があるの、わかる？大事な R？ 難しいね。R。わからないな。とりあえず何か言ってみよう。R。R。はい。R。うん。加藤。はい。もう一つ伝えたい大事な意味があるの、わかる？大事な R？ 難しいね。R。わかんないな。とりあえず何か言ってみよう。よー。はい。明日は TikTok で踊ります。カット。素晴らしい過去になろう。カット。あ、いい感じですね。おい。素晴らしい過去になろう。踊っていただきました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。どうもありがとうございます。